どうも皆さんこんにちは、ミネッタです。さあというわけで今回はですね、あなたの島を紹介する観光案内メーカーというのが新しく登場しましたので、こちらをやっていきたいなと思います。なんかね、スマートフォン専用のものなんですけど、任天堂スイッチ集まれ動物森で撮影した画面写真や動画を使って自分の島の魅力が詰まったポスターやムービーをどうやら作ることができるらしくって、それはやってみたくない？どうもどうも、たぬきちだなも。実はこの度島の観光案内を作るツールを用意したんだも。たくさんの方に興味を持ってもらえるよう、このツールを使って島の魅力を存分に PR してほしいだなも。ちなみにこのツールで作れるものは2つあるんだも。1つは観光案内ポスター、そしてもう1つは観光案内ムービーだなも。それじゃあ早速作ってみるだなも。まずどっちを作るか選んでちょうだい。じゃあ今回僕はポスターを作っていきたいなと思います。一応ですね、写真を9枚ほど用意したのでポスター作っていきましょう。まずですね、島の名前を入力していきます。ミネミネ島で OK。 ポスターにしたい、画面写真を選んでね、集まれ動物森の画面写真をアップロードしてください。よし、選択が終わりました。ポスターのフレームを選んでね、ミネミネ島、ミネミネ島フレームを切り替えることができます。画面写真の位置と大きさを調整できます。次、これめちゃくちゃ便利ですね。ただ俺の夢番地はどこに入れるんだろう。キャッチコピーが入ります。桃子のね、家のところを作ったんですけど、これ良くない？秋っぽくって。後ろがね、果樹園あるから、なるべく果物が入ったこれとかありじゃない？これは？あ、こっちの方が良くない？白と茶色、茶色だったら秋にぴったりだな。これにしておきましょう。島のキャッチコピーをつけよう。カラフルな自慢のエモい、エモいふるさとではないんだよな。エモい遊び場観光名所で OK。 ポスターに表示する夢番地を入力してね、ここで入力するってことか。ちなみにですね、ミネミネ島の夢番地なんですけど、8058-0540となっております。3322-8058-0540で完了で OK をしたら、こちらのポスターでよろしいですか？ミネミネ島 OK。 観光案内ポスターが完成しただなも。いろんな場所で宣伝してちょうだいね。長押しでダウンロード、へえ、これでダウンロードできるってことか。すげえ、エモい観光名所だって。夢番地とミネミネ島が載っております。写真に追加したらこれで写真が手に入るといった仕様になってるんですけど、いろいろやっていこうぜ。新しく作る他にもね、いろいろ準備したんですよ。例えばこれとか良くない？選択して始めていきます。うわ、何でも似合う、何でも合うな。これうちの島の桟橋の部分なんですけど、横長だもんな。いや、これかな、一番エモーショナルじゃない？縦か横かで決まるよな。縦でもいいね。桟橋の部分だけ写して、拡大縮小これか。あ、でもこれ拡大しかできない。世界の道しるべと釣り竿と全部入れたかったな。キャッチコピーをちょうど間側に入れて、神秘的な遊び場でポスターに入力する夢番地を入力してみたら、おお、普通に感動するな。観光案内ポスターが完成しただなも。いろんな場所で宣伝してきてちょうだいね。で、長押しでダウンロードすることができます。これだな。洋風エリアは旅行系のこういうポスターは基本的には相性が良くないから、なんかいいのあるかな。これプラスしかないもんね。いや、これかな。なんか俺自身がね、結構シンプルなやつが好きだから、一応ね、準備したのが他にもいろいろあるんですけど、見知らぬ猫、でもミネミネ島のやつだもんね。これミネミネ島じゃねえしな、そもそも。まあいいか、ミネミネ島ではないんですが、例えばなんかアロハ系の島を作ってる方だったら、こういうの全然ありなんじゃない？俺は作ってないからな。これだね、一番いいのは。このまま OK。 自慢のみんなの知られざる、知られざるじゃない、知られざるアイランド。これは俺の島じゃないからな。入力しないで進んでみましょう。 OK。 押したら観光案内ポスターが完成したのも、いろんな場所で宣伝してきてちょうだいね。
そしたらこれが完成するといったシステムになっております。まあ、特にね Twitter とか Instagram で自分の島を宣伝したいという方はぜひぜひね新しいこの任天堂さんの観光案内メーカー使ってみてはいかがでしょうか。ムービーも作れるっぽいんだよね。ちょムービーやってみる。さて持ってきました。また来てくれたんだもんね。新しい観光案内を作るだもん。ムービー作っていきます。峰々島、そしてここで案内したいポイントを3つまで選んでください。フォトスポット、私のおすすめ風景の3つ選んでいきます。各ポイントにぴったりの画面写真動画をアップロードしてね、使いたいシーン10秒間を選択してください。今撮ってきたやつですね。各ポイントにぴったりの画面写真動画をアップロードしてくださいね。でじゃあこれはフォトスポットって書いてあるから単純に写真を挿入します。できました。フォトスポットと私のおすすめと風景の3つ OK 押しますか。この素材で観光案内ムービーを作りますか。 OK。 ムービーの、表紙になるサムネイル画像を選択してください。これかな。島のキャッチコピーをつけよう。じゃあ私のふるさとってわけじゃないからな、庭にするか。私の庭 OK。 でムービーに、表示する夢番地を入力したら再び OK をします。これで勝手に作ってくれるってこと？どんなんができるんだろう。これでよろしいですか。ただいまムービーを制作中だな。もここでムービー作ってくれるんだ。この度は本当に興味をお持ちいただきありがとうございます。簡単ではございますが本島の魅力をご紹介いたします。とっておきの一枚を撮るならこの場所、忘れられない思い出を持ち帰りください。こちらは特におすすめしたい本島の魅力です。きっとご満足いただけることでしょう。日々の喧騒を忘れさせる風景があなたを癒しの世界へと誘います。いかがでしたか。皆様にお越しいただける日を心よりお待ちしております。なんだこのクオリティは。素晴らしすぎる。びっくりした。だから最初ムービーって書いてあったからムービー持ってこないとダメなのかなって思ってたんですけど、フォトだけでもいけそうな感じするよな。新しく作るポスターも作る。フォトでもいけるんじゃないか。写真だけで作ってみる。峰々島の案内したいポイント、博物館、自分の家。博物館とかは残念ながら写真ないんですけど、とりあえず選んでみましょう。博物館とファッションと特産品、そして博物館、ファッション、特産品の3枚をアップロードしていきます。さて入力することができました。博物館、ファッション、特産品、まあ残念ながら博物館もファッションも写ってる画像がなかったのでちょっと代用していきたいんですけど、こちらで OK を押していきます。まあ特産品はねデベッカちゃんの監視部屋となってます。この素材で観光案内ムービーを作りますか。 OK。 この度は本当に興味をお持ちいただきありがとうございます。簡単ではございますが本島の魅力をご紹介いたします。博物館には化石、魚、虫など一日中見て回れる展示をご用意しております。オリジナリティあふれるファッションがあなたの感性を刺激すること間違いなし。本島の特産品はこちら、ぜひあなたの目で確かめに来てください。いかがでしたか。皆様にお越しいただける日を心よりお待ちしております。では最後にですね、こちらのレベッカちゃんの監視部屋を使ってポスター作っていきたいなと思います。何がいい？レベッカちゃんのこれ良くない？こんなん
送られたら相手ビビるな。たぬき開発、なんかこれだったらさ、たぬき開発なんてもん作ってんだって思われそうですよね。なんかたぬき開発の風評被害が半端ないから、これはやめておこうか。これに選択しての、 OK。 島のキャッチコピー、見られたら何気に困るから自慢の秘密基地にして、ポスターの夢パンチ入力していきます。こちらのポスターでよろしいですか？ OK。 まあ一回ね、スイッチからスマートフォンの方に画像を送らないといけないんですけど、かなり簡単に送ることはできますので、ぜひぜひ皆さんも試してみてください。というわけで今回は観光案内メーカーの紹介でした。皆さんも自分のお気に入りの島の紹介頑張ってみてください。じゃあな。